イントロダクション、話し方が関係性に与える影響の概要。コミュニケーションは人間関係を築き、維持する上で重要な役割を果たします。この記事コミュニケーションの力、話し方で深まる理解と関係性では、話し方が相互の関係性に及ぼす影響に焦点を当てます。私たちの言葉選び、話し方、そして聞き方は、相手との関係性を形作り、進化させる重要な要素です。これらは相手を理解し、信頼を築く基盤となり、絆を強めることができます。本記事では、アクティブリスニングの重要性、非言語的コミュニケーションの役割、建設的なフィードバックの与え方、謝罪と許しの表現方法など、効果的なコミュニケーションの様々な側面を探ります。これらのコミュニケーション技術を通じて、相手との関係性をより豊かで意義深いものにする方法を紹介します。正しいコミュニケーションスキルを身につけることで、お互いの理解を深め、より良い関係性を築くための一歩を踏み出すことができます。アクティブリスニング、相手の話を理解し、感情を共有するための聞き方。コミュニケーションにおいて、アクティブリスニングは、相手の話を理解し、感情を共有するための鍵となるスキルです。このセクション、アクティブリスニング、相手の話を理解し、感情を共有するための聞き方では、効果的な聞き方と、その実践方法に焦点を当てます。全注意を相手に向ける、アクティブリスニングの最初のステップは、すべての注意を話している相手に向けることです。これには、携帯電話や、その他の気が散るものから目を離し、相手の話に集中することが含まれます。非言語的サインの使用、相手の話に耳を傾けていることを示すために、うなずきや目のコンタクトなどの非言語的サインを使います。これは相手に対する関心と理解を示す重要な方法です。反映と確認、相手が言ったことを自分の言葉で繰り返し、確認することで理解を深めることができます。これはまた誤解がないことを確認するのにも役立ちます。感情を共有する、相手の感情に共感し、それを言葉にすることで感情的なつながりを築きます。例えば、それは大変だったねと共感を表現することで、相手は自分の感情が理解されていると感じることができます。質問をする、適切な質問をすることで、より深い理解を得ることができます。質問は開かれたものであり、相手がより詳しく話す機会を提供するものであるべきです。アクティブリスニングを実践することで、相手の話を真に理解し、感情を共有することができます。これは、相手との関係を深め、信頼と理解の構築に不可欠なスキルです。非言語的コミュニケーション、言葉以外のコミュニケーションとその重要性。コミュニケーションは、言葉だけでなく、非言語的要素によっても、大きく形作られます。このセクション、非言語的コミュニケーション、言葉以外のコミュニケーションとその重要性では、非言語的コミュニケーションの役割と、その効果について探求します。体言語の力、体言語は、感情や態度を伝える、強力な手段です。姿勢、ジェスチャー、目の動きなどは、言葉で表現されない多くの情報を伝えます。例えば、開放的な姿勢は、受容性と関心を、クロスした腕は、防御的な態度を示す可能性があります。表情の意味、顔の表情は、感情を伝えるのに特に重要です。微妙な表情の変化は、喜び、悲しみ、怒り、驚きなどの感情を伝え、相手の感情状態を理解する手がかりとなります。目のコンタクトの重要性、目のコンタクトは、信頼性と関心を示す重要な要素です。適切な目のコンタクトは、相手への注意と尊重を表し、コミュニケーションを強化します。タッチの影響、適切な場面での軽いタッチは、共感や慰めを伝える効果的な方法です。しかし、タッチの使用は、相手の快適さや文化的背景を考慮する必要があります。声のトーンとリズム、話す速さ、声の高さ、抑揚は言葉の意味を補強し、感情的なニュアンスを加えます。声のトーンは、信頼性や熱意、穏やかさなど、話し手の感情や態度を反映します。非言語的コミュニケーションの理解と適切な使用は、コミュニケーションの効果を高め、相手との関係を深めるのに役立ちます。これらの非言語的要素に注意を払うことで、相手の言葉だけでなく、真の感情や意図をより深く理解することができます。建設的なフィードバック、ポジティブな影響を与えるフィードバックの与え方。建設的なフィードバックは、相手にポジティブな影響を与え、関係を強化するための重要なコミュニケーションツールです。このセクション、建設的なフィードバック、ポジティブな影響を与えるフィードバックの与え方では、効果的なフィードバックの技術と、その実践方法について探求します。具体性を持たせる、フィードバックは具体的であるべきです。一般的な批評ではなく、具体的な行動や事例に基づいて、フィードバックを行うことで、相手は改善点を明確に理解できます。ポジティブな側面を強調する、フィードバックを与える際は、ポジティブな側面をまず強調することが重要です。これにより、相手は批判だけでなく、自身の強みを認識し、自信を持つことができます。改善のための提案を含める、単に問題点を指摘するだけでなく、改善のための具体的な提案を含めることが効果的です。これにより、フィードバックは、建設的なものとなり、相手は、実際の行動変化につなげやすくなります。感情的にならない、フィードバックは、客観的かつ冷静に行うべきです。個人的な感情や、攻撃的な言葉を避け、事実に基づいて話すことが大切です。受け手の視点を考慮する、相手の立場や感情を考慮し、
し、フィードバックを与える際には、優しさと尊重を持って接することが重要です。これにより、フィードバックは受け入れられやすくなります。建設的なフィードバックを適切に行うことで、相手にポジティブな影響を与え、お互いの関係をより健全で、成長志向のものにすることができます。相手を尊重し、助ける意図でフィードバックを行うことが、その効果を最大化します。謝罪と許し、関係性を修復するための謝罪と許しのコミュニケーション。関係性の中で生じる誤解や過ちを乗り越えるためには、謝罪と許しのコミュニケーションが不可欠です。このセクション謝罪と許し、関係性を修復するためのコミュニケーションでは、効果的な謝罪の方法と許しの重要性について探求します。誠実な謝罪の表現、真の謝罪は自己の行動に責任を持ち、その影響を認めることから始まります。謝罪は言い訳や理由付けではなく、誠実に行われるべきです。相手の感情を受け入れる、謝罪を受ける際には、相手の感情を真摯に受け止め、理解しようとする姿勢が大切です。これは相手が感じている傷や悲しみを認めることを意味します。改善へのコミットメント、単なる言葉での謝罪にとどまらず、同じ過ちを繰り返さないよう努力することが重要です。具体的な改善策や行動計画を示し、信頼を再構築します。許しの力、許しは過去の傷を癒し、前に進むために重要です。許しを与えることは、相手だけでなく、自分自身にも平和をもたらします。継続的なコミュニケーション、謝罪と許しのプロセスは、一過性のものではありません。継続的なコミュニケーションを通じて、お互いの感情を共有し、理解を深めることが大切です。謝罪と許しのコミュニケーションは、関係性の修復と、健全な成長に不可欠です。これらを適切に行うことで、お互いの理解を深め、より強固な絆を築くことができます。まとめ、この記事、コミュニケーションの力、話し方で深まる理解と関係性を通じて、効果的なコミュニケーションが、人間関係において、いかに重要であるかを探求しました。アクティブリスニング、非言語的コミュニケーション、建設的なフィードバック、誠実な謝罪、そして、許しの表現といった、関係性を強化し、理解を深めるコミュニケーションの技術に焦点を当てました。これらのスキルを身につけることで、相手をより深く理解し、健全で成長志向の関係を築くことができます。YouTube 登録のお願い、さらにコミュニケーションのスキルや人間関係の構築に関する追加の情報やアドバイスをお探しの方は、ぜひ私たちの YouTube チャンネルを訪れてください。チャンネルではコミュニケーションのヒント、関係構築の方法、感情的なつながりの深め方など、様々なトピックについての動画を提供しています。チャンネル登録をすることで、新しい動画や更新情報をすぐに受け取ることができます。また、通知ベルマークをクリックして、新しいコンテンツがアップロードされた際に、通知を受け取るようにしましょう。皆様のご参加とサポートを心よりお待ちしております。これからも、コミュニケーションと人間関係の強化に役立つ価値あるコンテンツを提供し続けます。YouTube チャンネルの登録、ぜひよろしくお願いします。